This radio station plays more music like this. While the others are talking, we're already playing out the hits. グッチさんです。The グッチさんチャンネル。どうもどうもどうも、グッチさんです。本日私ですね、普通の、まあ、いつも通りの動画ではなくて、ラジオ形式で、トークで本日はお送りしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。で、私最近グッチさんなんですけども、新しいテントを買ったんですよ。で、どんなテントを買ったかと申しますと、バンドックソロベース EX を購入したんですよ。で、ソロベース EX なんですけど、もう世間ではもうなかなかね手に入らないテントなんですよ。で、私グッチさんなんですけど、結構悩んだんですよ。で、Amazon 見てもだいたい売り切れなんですよ。なんか価格の表示がねないんで、あ、もう売り切れてんだなって、なんかいつ見ても売り切れてるような感じなんで、タイミングは悪いんでしょうけど、欲しいな欲しいな欲しいなと思いつつも、まあいつ手に入るのかなって思いつつ、今回ですね、私こっちさん、まあ、ツイッター情報で、長野県のとあるアウトドアショップで、バンドクソロベース EX、まあ、ソロベースだったりとか、TP テント、バンドクシリーズのテントがですね、まあ、大量入荷されてるっていう情報を、ツイッターで見かけまして、これはもう買わなきゃと思いまして、私グチさんですね、住んでいる愛知県から長野県ですね、そちらまで買いに行ったんですね。車を走らせて買いに行きました。もう本当に日帰りです。もうトンボ帰りです。買ったらすぐ帰宅っていう感じだったんで、まあ、全部下道で行ったんですけども、まあ、結構長野県の愛知県寄りだったので、結構ねそんなに時間かからずに、まあ、買いに行けたんで、まあ、これは今回に関しては結構自分の中では良かったなって思ってるんです。で、私グッチさんなんですけど、バンドックソロベースはもうすでに持ってるんですよ。実は去年の12月に名古屋市内のアウトドアショップで、販売されてたんですよ。で、結構気になってるテントだったんで、まあ、買ってみようかなっていう興味はあったので、もう突拍子でね買っちゃったんですよ。で、買って約今3月ぐらいなので約3ヶ月ぐらいですね。でもトータルでもう3回ぐらいしかね実は使ってないテントなんですよ。動画では何回かご紹介したんですけども、デイキャンプで、何回かでも宿泊ももう1回2回しか使ってないぐらい、ほんと3回ぐらいかな、トータルで、しか使ってないねテントだったんですよ。で、買って半年なんでまだね、あの新しい、僕の中で言ったらまだ新しいタイプっていうか、あの保存状態としてはまだいい方だったので、個人的にはねもったいないと思いつつも、まあ、今回あのソロベース EX を買うにあたって、当日買う当日の午前中に、売却したんですよ。私さんが今回売却したところなんですけど、まあ、アウトドアとか、まあ、いろんなあの中古用品を買い取ってくれる、ショップにですね足を運んで、まあ、買い取りをしてもらったんですよ。で、そこのお店なんですけど、結構いい値段でいつも買ってくださるんですよ。で、今まで、ね、使わなくなったアウトドア用品も結構売ってきてるんですけど、まあまあいい値段でいつも買い取りしてくれるんですよ。で、今回も、まあ、あのバンドクソロベース含めて、まあ、他のテントも含めていろんなアウトドア用品を、持ち込んで、売却、まあ、買い取りをしてもらったんですよ。で、売却するにあたって、まあ、持ち込むじゃないですか。で、持ち込んだ時に、まあ、スタッフに、まあ、お願いしますと、まあ、あのテント3つと、タープが1つ、
あの4つの足で立つあの組み立てのタープが1つと、タープテントですね、タープテントが1つで、あとね、ちょっとしたアウトドア用品をいくつか売却して、で僕の中の買取金額として、まあ、2万円はね絶対超えてるだろうって予想してたんですよ。でその中のバンドックソロベースに関しては、まあ、大体2万円前後でね新品売ってることが多いんですけど、まあ、人気なテントなんでソロベースとはいえ、まあ、1万円は超えててほしいかなって思ってたんですよ。で、受付に行って、まあ、全てのものを出してお願いしますと。でスタッフに言われたのが、あ、30分ほどお時間いただきますねって言われたんですよ。で僕その時に思ったのが、テント3つ持ってきてるにもかかわらず30分で見切れんのかなっていう疑問があったんですよ。でその時そのアウトドア、担当の人がね1人しかいなくて、結構ね広い、お店なんですけど、各ジャンルごとにまあいるみたいな、そのお洋服系だったらまあそっちにみたいな、楽器とかそういう家電系はまた別の担当でみたいな、結構広いところで、でそのアウトドア系、まあそのキャンプ系も含めてのコーナーでね一人しかいなくて、でまあ大体一人でなんかピークの時間とか、まあ、夜とかになると2人でね常駐してることがよく見かけるんですけど、で午前中だったんで、まあ、1人だったんで本当に30分で、ね、見切れんのかなっていう疑問がねあったんですよ。テント3つあんのにどうやって見るんだろうと思って、で僕ねその査定してもらってる間に、まあ、いろんな棚行ったりして見てる中、チラってねその前をね何回か通ったんですよ。でその査定しているところをチラって通って、で通るじゃないですか。通ったらまあテント開けてないんですよ、ほとんど。なんかね袋を開けてる、ほぼ開けてない状態で、もうなんかパソコンをねいじってて、その型番とか調べたりとか、その市場の状況みたいな確認してるんでしょうね、きっと。で開けてないんですよ、ほとんど。でえそれだけなのっていう感覚だったんですよ。まあでも頭の中ではもうハテナって思いながらやってたんですけど、まあいいやって思って、で30分後になったら、時間になったら来てくださいっていうシステムだったんで、まあ行ったんですよ。で終わりましたと。で、お待たせしましたって申されて、で査定金額がね iPad に全部出るんですよ。まあ詳細の金額もなんですけどね、僕の中で、2万円超えてるであろうって予想だったんですよ。で2万5000円いったら、まあ僕の中でまあよし、まあ十分だなって思ってたんですよ。だから絶対2万円は超えててほしいっていう思いはあったので、で、ね、そのタブレットを見た瞬間にまさかの金額がもう1万3900円だったんですよ。と思って、で僕の中で金額に満たしなかったらもう即刻もうキャンセルでっていうつもりだったんで、その見た瞬間もう1秒でもう全部なしでって言ったんですよ。行った瞬間にもう店員さんがねめちゃめちゃ焦り出して、多分自覚あったんでしょうね。ちょっと適当な感じの査定だったんで、でそのすぐ言われたのが、店員さんにご希望の金額とかはございましたでしょうかって言われたんですよ。でちなみにバンドックソロベースなんですけど、査定金額が8000円だったんですよ。でも衝撃受けて、8000円と思って、でもスタッフに、いやバンドクソロベースに関しては、まあ、1万円超えてるかなって僕思ってたんですよって言って、でも
スタッフの人も、まあ、当然分かりきってるんで、そうですよね、結構ネット市場でも高値で取引されてる店頭ですよねって言って、で分かってんじゃんって、僕としてはあのバンドクソロベース EX を買いたかったんで、あのどうしてもね2万円は絶対超えててほしいなっていう思いはあったんですよ。でそのさっき言った通り店員さんに、まあ、ご希望の金額って言われたんで、まあ、僕もねあの正直な人間なんで、もうスタッフの方に、いやこれから午後僕新しい店頭買いに行くんですけど、福沢諭吉が2枚欲しいんだなってもう言ったんですよ、もう正直に。したらあの、まあ、厳しい顔しながら結構一生懸命電卓をねまた叩き出したんですよ。でトータルが17,800円までいったんですよ。ただ、まあ、私としてはどうしてもね2万円は超えてほしいって思いがあったんで、もう最後の一言として、あの買取査定中何回か目の前通ったんですけど、テント開けてる様子がなかったんですけど、なんか本当に見て査定していただいたんですかねって言ってたら、店員さんが結構また渋い顔して、あーって言って、いや実はそこまで見てなくてって言って、いやそうですよねって言って、結構状態いい方なんですけどって言って、でもね目の前でその一言を言ったら店員さんも結構折れちゃったんでしょうね。で後でその詳細のレシートをですね画面に出すんですけど、こちらなんですね。はい、今画像を出したんですけども、小計の下に書いてあります、この合計割増3,560円、 20% 増ししてくれたんです。もうね店員さん負けちゃったんでしょうね僕の一言で、もしよかったら 20% プラスさせていただきますんでって。でどうやらスタッフの方もバンドクソロベースやっぱ欲しいと思ったんでしょうね。やっぱり人気なテントなんで、他にもねいろいろあのコールマンのテントとかロゴスのテントも売却したんですけど、まあ、なかなかねあの人気なテントではないので、そこまでがスタッフの方も僕が最初にもう全部もうキャンセルでって言ったらね、やっぱり食いついたわけですよ。スタッフもどうしてもバンドクのテントをねやっぱり在庫として欲しいなって思ったから、結構僕もあの頑張って交渉して、でスタッフの方も頑張って交渉ね乗ってくれたっていう感じなんですけど、やっぱりテントね上げてみてほしかったんですよ。だから僕も最後の一言で、スタッフが、折れてしまいましたと泣きの一言、まあ、私からすれば泣きの一言なんですけど、テント開けてらっしゃないですよねって言って、なんか綺麗なはずなんですけどって言って、スタッフの方 もなんか折れた感じの顔でね、あすいませんつって20% 増しさせていただきますということで、金額が 21,360円で買い取りをさせていただいたってことで、本当に、僕としても、まあ、ありがたく、今回は、買い取りを商談させていただいたって感じですね。テント特にテントを売る場合って、まあ、その各パーツがあるかないかのポイントもそうなんですけど、まあどれだけ人気かでね買取査定の価格も変わったりね当然するので、まあ、人気なうちにね当然売るのが一番なんですけど、まあ、僕としては査定した後にそのテントの状態とか買ってどんぐらい経ったとか、まあ、そういったことも全部伝えて、またあの電卓を弾いてもらって、そして泣きの一言を言って、でスタッフの方が折れたということで今回はまあたまたま運が良かったっていうことなんですけども、ぜひもしテントをね売るときはもう最初にもう正直に言った方がいいなって僕は今回思いましたね。買
買ってどんぐらいとか、あとレシートをねもし持ってたら保管してたりとかしてたら、説明書もそうなんですけど、あの日付があるものをね持ってた方が多分より正直にまあ、 査定してくれるんだろうなっていうふうに僕は思ったので、まあ、買い取りの時は、まあ、そういう時もそういうところもやっぱりポイントなのかなって、思いました。まあ、金額が載ってるものとかだとね、ちょっと考えちゃうかもしれないですけど、相手のスタッフが、まあ、なんか日付が分かるものとかね、その保証書のスタンプみたいな感じで、あったりとか、なんかそういうのがあるとよりいい金額でまた査定してくれるんじゃないかなってやっぱりこうね思ったんで、まあ、僕としては今回は満足のいく金額で買い取りをしていただいたので、でそのまま午後になって長野まで行ってドクソロベース EX を買いに行ったっていう感じですね。バンドクソロベース EX に関してはまた後日、キャンプ場に行って、撮影をしてまたアップしたいなと思いますので、まあ、今回は私のテントを売ったっていう内容のトークでございました。まあ、たまにはこういう内容をね、やるのも楽しいかなと思いまして、また不定期に開催したいと思います。また次回の動画ぜひよろしくお願いします。バイバイ。